はい、ムです。こんにちは、どうもどうも。はい、先日からですね、ディズニーランドアドベンチャーズというゲームの、実況生配信をやってます。こちらの方がですね、おかげさまでありがたいことにめちゃくちゃ評判がいいんですよね。こちらはですね、アメリカの本家ディズニーランドをですね、ゲームの上で完全再現したオープンワールドのゲームでして、でまあ箱庭ゲームってことね。でこちらがですね、めちゃくちゃ評判良くて、結構ねこれいろんなフォロワーさんの意見とかね、いろんなみんなのね動画の感想とかを見てると、これね遊んでみたいとかですね、ちょっと自分も実況してみたい、ゲーム配信してみたいっていう問い合わせが結構多いので、これですねちょっと俺の方でまるっと全部ですね、これからちょっと動画の方で説明していきたいと思います。はい、動画の方はですね、これから3部構成になります。ですね、まずはどんなゲームなのかっていう説明、これ第1ね。第2番目がですね、プレイするにはどうしたらいいのか、何を用意したらいいのか、これが2番目。で3番目がですね、ゲーム実況生配信するにはどうしたらいいかっていう、この3部構成でこれから説明していきたいと思います。はい、じゃあまずですね、どんなゲームなのかっていう、まあゲームの歴史というか、まあいきさつというか、そういうところから説明したいと思います。このゲーム実はですね、もともと2011年に発売されたゲームです。なので今2020年だからもう9年前だよね。意外と古いでしょ。でそんな前から出てたのって疑問に思う人もいると思うんですけども、これですね、実は Xbox360 っていうアメリカのゲーム機で発売されてました。でアメリカのゲームなんだけど、一応日本にもねローカライズされて日本語版は当時出てました。ただこれね、普通のゲームと違ってね、キネクトっていうこのねモーションセンサーのカメラを使ったそれ専用のゲームだったんですよ。ゲーム機の近くとか、まあテレビの上にね、なんかねウェブカメラみたいなもの、カメラを置いて、で自分がですねこう手を上げたり飛んだり跳ねたりとかね、このモーションで操作をするっていうゲームを当時その Xbox360 っていうので出したんですね。でメーカーはこれね、マイクロソフトです。はい、あの Windows を作ってるとこですよね。で当時そういうゲーム機と、それからそういうまあ周辺機カメラっていうのを出してまして、でそれ専用のゲームで当時発売したんですよ。それがそのディズニーランドアドベンチャーっていうゲームですね。まあちょうどその頃ですね、ウィーのリモコンが流行ったりとか、あとはプレイステーションの方ですね、プレイステーションムーブって言って、なんかリモコン持って振ったりとかですね、そういう風にね体を使って遊ぶっていうゲーム機が流行ったんですよね。まあ言われてみればウィーそういややったなっていう人も多いと思うんですけども、なのでその当時このマイクロソフトがですね、アメリカのディズニーと組んで結構ですね、このキラーソフトを出したんですよ。でまあこれアメリカで発売されて日本でローカライズ翻訳されて出たゲームですので、まあアメリカで発売されたゲームですから、アメリカのディズニーランドをまあモチーフというかテーマというか舞台にしてるんですよね。なのでまあ東京ではないんですよね。まあここがまあ人によっては賛否両論というかね、大歓迎っていう人もいれば、なんだ東京じゃないんだがっかりっていう人もまあ当時まあ正直いました。でまあオープンワールド箱庭ゲームですので、まあそういうゲームもやったことがある人だったらわかると思うんですけども、まあ基本お使いゲームですよね。まあ想像するとわかると思うんだけど、パークの中にいろんなキャラクターがいて、まあ当然パークなんでね、キャラはディズニーキャラだよね。でこのディズニーキャラからですね、あれを取ってきてとか、あれが欲しいなとか、これこれを誰々に届けてとかって言って、まあ原則お使いでまあ行ったり来たりするっていう、まあそういうゲームなんですけど、でそのお使いやっていく中で時折有名なアトラクションがミニゲームになってて、でそのアトラクションのミニゲームをクリアしたりとかですね、まあそれでまあ物語が進んでいく、まあ物語というかまあお使いというか、あのいわゆるノルマで、ね、パーセントのゲームの達成度が上がっていくっていう、まあそういうゲームですね。でまあこれね、俺の動画を見てもらったらわかると思うんだけど、パークの再現度がすごいですよね。まあアナハイムのパークね、行ったことある人だったらわかると思うし、行っ
ったことなくても相当かなりね高い再現度だっていうのは、あの俺のねゲーム実況画像動画を見ればそれは分かってくれると思います。かなりテンション上がるよね。でこれがですね、パークの再現度はねもちろんのこと、とにかく音がすごいんですよ。ヘッドホンで聞くと分かると思うんだけど、このねパークの雰囲気っていうか再現というか、それぞれ本当にそのエリアに立ってると聞こえてくるような BGM がどんどん聞こえてくるんだよね、サラウンドで。いやーそういう点でも本当これ没入感というかパークに行ったような気分に、ね、なれますよね。であとその代表的なアトラクションがミニゲームになってて、でシューティングとかね、なんかレースゲーム風とかスポーツゲーム風になってるんですけど、これもですね結構再現度が高いというか、アトラクションを知ってるとねおーって来るようなシーンが多いんですよね。大体例えばカリブだったらね、初めの暗いところから入っていって、海賊と戦争して、で最後宝がありつけて、あの牢屋のシーンがあったりとか、あとホーンテッドマンションなんかでも、まああんま言わないけど、あのちゃんとね、まあちょっと内緒でここはあのそのねアトラクションに乗っ取った感じで時間が進んでいくんですよね。でまあ正直単調で子供騙しというか、ちょっとですね歯応えがない内容って思うかもしれませんけども、 BGM とか雰囲気とかですね、あとアトラクションをうまいことまあゲームにしてて、まあ子供がやってもね遊べるように結構ね比較的難易度低めの感じになってて、まあその辺もですねパーティーゲームっていう感じでかなりいいと思います。でこのパークの中にですね、あのキャラクターが立ってて、結構このディズニーキャラクターがですね、代表的なキャラだけではなくて、あの映画のキャラとかですね、まああとは普段パークにはいないようなキャラクターまでが、まあ、パークの中に立ってて、で結構ね棒立ちなんだけど、でもねあのハグできたりサインもらえたりして、で話をしてなんかヒアリングして、あれを届けて、あれが欲しいっていうことを聞いてあげて、まあお使いしていくって、まあそういう感じなんですよね。だからそのキャラクターの反応とかですね、モーションとかもね、なんかすごいそのキャラクターっぽくね振る舞うので、なかなかそれもね楽しい気分になります。でアメリカのゲームなんだけど、基本的にキャラクターはですねみんな日本語で喋ります。ただですね翻訳が間に合ってなかったり、なんか権利や版権の都合か分かんないんだけど、まあねちょっと日本語ではなくて英語のままのキャラもいて、まあその場合は字幕でフォローしてくれるんで、まあ大丈夫です。でですね、まあこんだけ俺もねいいことしか言ってないので、さぞやすごい究極のゲームなんだと思いきや、実は2011年発売当時これね賛否両論でした。というのはですね、パークの再現度もよくって、このディズニーランドの没入感とかですね、その再現は素晴らしいんですけども、この賛否のピでね良くなかった、ダメなところっていうのがですね、これ良くも悪くもなんですけど、このキネクトっていうこのモーションカメラを使った、そのカメラセンサーを使ったね、そういうゲームだったので、それがですねハードルが高いんですよ。まずねそれなりのねあの空間ね、上下左右天ね上も含めて飛んだり跳ねたりする空間を用意しないといけないし、でそれがですね実はそのセンサーの感度がねちょっと良くなくって、結構ストレスがたまるんですよね。でそれで結構このゲームをね達成度 10%20%30% ってやっていこうと思うと、結構これがね疲れるんですよ。でねどっこいしょってねちょっとやらないといけないので、結局ねやらなくなっちゃうんですよね。だからこのメーカーもね、このキネクトっていうこのモーション、ね、センサーコントローラーに、まあ、こだわったあまり、まあ、弊害というか、ディズニーは好きなんだけどちょっとこのキネクトがなっていう人結構多かったし、事実俺も正直当時買ったんですけど、 2,3 回やって、うん、分かったそっとじみたいな、ね、あの当時知ってる人いたらね、うんうんそうそうってきっと分かってくれる人いると思います。ちょっとハードル高かったんですよね。であとそのミニゲームとかもね結構単調で作業が多いんですよね、まあ、とにかく疲れると。であとまあ基本的にお使いが多いので、行ったり来たりとお使いばっかりなので、
よっぽどパーク好き、よっぽどディズニー好きではないとちょっとね単調になってね飽きてしまうっていう点も正直ありました。はい、なのでね、ああこれ当時持ってたわすげえと思って買ってやったんだけどもちょっと遊んで売っちゃったっていう人正直いると思いますね。なのでこのパークの作り込みはすごい、そこはすごいんだけどもちょっとなーっていう人ね当時多かったと思うんですよね。これがですねなんと2017年にですねこの予想も新たにパワーアップして帰ってきたんですよ。お手軽に遊べるように帰ってきました。いやー嬉しい。これはなので今回俺がそのゲーム実況で遊んでるなそのパワーアップで帰ってきたバージョンなんですよね。はい、じゃあですねここからはその2ということで、じゃあ今このね2020年にどうやったらこのねディズニーのアドベンチャーが遊べるのかっていうのを紹介したいと思います。じゃあその1はここまでです。じゃあ動画の方その2に続きます。